GPZ はこれが弱点なんですよ。これワンウェイクラッチ。その当時、世界最速という称号を叩き出した超有名な日本のオートバイ GPZ900R。 その兄弟車種でありながら、こっちは超絶不人気車だった GPZ700R を修理しています。ラバンのエンジンより大きい。今回は腰下全バラしていきます。あれ、何個か前の動画も腰下全バラしてたよねって思った方、僕も同じ感想です。クラッチのカバー外していきます。と言っても、今回バラしているのは1万円で買ったドナーエンジンで、腰下も多分問題ないと思ってはいるんですよね。希望なんですけど、以前の動画でバラした前走エンジンはあくまで練習と部品取りのためにバラしたんですけど、今回のこの腰下はきちんと使いたいので丁寧にバラしていきます。まずはクラッチ側からバラしてるんですけど、このクラッチカバー1箇所割れてたんですよね。後から詳しく見ていくんですけど、そこよりもやばいところがあったんですよ。続いてクラッチ本体外していきます。クラッチの真ん中に細長い棒が入ってて、プッシュロッドって名前なんですけど、前後向きがあるんですよね。それが逆だったんですよ。あれ、ちょっとおかしい。あー、やっぱり組み付けおかしいですね。断面が平たくなってる方をエンジン外側に向けてプッシュロッドを取り付けますってことなんで、このプッシュロッドが平らの面がクラッチ側向いてるんですよね。逆だったらすぐに壊れるのかって言ったら、そんなことは全然ないと思うんですけど、ちょっと嫌な予感したんですよね。フリクションディスクにガスケットの粉末がいっぱいついてる。さあ、一発で行きたいな。一発で行きたい。行けた。前回はここのチェーンだったりテンショナーがついてなかったから、すんなり外れたんですよね。今回はちゃんと全ての部品が揃ってるっぽいです。で、バスケットを取るときはこれを抜けば取れてるな。経験がちゃんと頭に残ってたから大丈夫だ。こういったギアも前回ついてなかったわ。これついてなかった。ここのギザギザとこのギアがこう噛み合ってるってわけですね。ああ、なるほどね。これかで、面取りしてある方が多くね。面取りしてある方が多く、まあガタとかは全くないんですけど、プッシュロッドで押されてこう外に出るんで、結構ベアリングに圧がかかるんで、ここのベアリングは、リフタープレートのベアリングはどういった使われ方したのかも分かんないし、まあ安いもんなんで交換することにしました。あとクラッチのバスケットも、事故車エンジンのクラッチバスケットは割れてたので、なんとかこれ使いたいなって思ってたんですけど、傷や割れもなく綺麗な状態でした。消耗品のフリクションディスクも新品の厚みが 3.1 なんですけど、ほぼ同じような厚みでした。続いてセルモーターの力をクランクシャフトに伝える部分をバラしていきます。今外れたこれはチェーンスライダーですね。ああ、そういうことね。外したこれチェーンスライダーなんですけど、チェーンがスライドする部分は
こなんすけど、ほとんどちびてねえっすね。こんぐらいしかちびてないんで、全然使える、問題なく使えるレベルだと思うんすけど、まあ、安かったら交換しちゃおう、安かったら交換しちゃおうって現場では言ってますが、これスライダーの部分単品交換ができなくて、アッセンブリー交換しかなくて1万4000円するんすよね。高えっすわ。いや、買おうと思えばっていうか、まあ、買うことはできるんすけど、まあいつでもね交換できるんで、今回は再利用確定です。チェーンとスプロケを外すんですけど、すごいっすよね。スプロケの中にわざわざこれダンパー入ってるんすよ。ほんとコストかけた作りしてますよね、このエンジン。これマーキングとかしなくてよかったか？大丈夫だよね。ギアの隙間からプラスネジがちらほら見えてます。オイルポンプギアを外します。このプラスネジ、普通に回せば舐めてネジ穴が潰れてしまう罠なんですが、インパクトドライバーを使って回せば一コロです。マジで緩ま。苦戦しつつも下側はなんとか緩めることができたんで、上側緩まないのでバーナーで炙ってみます。普通のガスバーナーだと広範囲すぎるので、ポケットトーチが最近お気に入りで使ってます。これだとネジ単体にアタックできるんで、すぐ簡単に舐めました。やっちまった、やっちまった、やっちまった。助かった、助かった。なんとか緩んでくれた。勝った。取れた。これはきついよね。頼むからプラス使わんといてよ。はい、これはオイルポンプのギアですね。クラッチケースカバーなんですけど、懸念してた割れた面はこんな感じでしたね。下面に関しては全く割れてないんで、均等にネジを締める力が下にキュッといけば、ちゃんと面が出てるんで、オイルが隙間から漏れてくることはないと思うんですけど、裏側見てみると割れちゃってるんですよね。これ完全に割れちゃってるんで、それをパテかなんかで修正してるんですよね。これなんで、このケースは交換した方がいいかもしれないですね。続いてスプロケ側もバラしていきます。今外しているのは油圧クラッチとシフトロッドで、クラッチレバー握った圧力かっこ油圧で、この細長いプッシュロッドを押すとクラッチが切れるっていう仕組みなんですけど、メリットデメリットあるんですけど、個人的には部品点数が少なく仕組みの簡単なワイヤー式の方がオートバイには向いてるような気がします。反論は認めます。あれ全然閉まってなかった。ていうかスプロ系あれだよね、ストッパーっていうか帽子のやつがついてなかった。スプロ系はスプロ系カバーの下のスプロ系は仮の固定でした。スプロ系はほとんどちびてなかったですね。ウォーターポンプのインペラも腐食がなくて綺麗な状態でした。水が入ったまま長期不動でバイクを寝かしてたりしたら、このインペラが汚くなるんですけど、そういった感じでもなさそうですね。
セルモーターとゼネレーター外していきます。セルモーター、ゼネレーターもなんですけど、めちゃくちゃ液ガス塗りたくられてて、普通ここって液ガス塗らないというか、サービスマニュアルにも書いてないんで塗らなくていい部分だと思うんですよね。だからなんで塗ってんのかなって思ったんですけど、実はここの取り付け部のオーリングが今自体はもう廃盤なんですよね。一応セルモーターの部分のオーリングはなんとかなりそうなんですけど、ゼネレーターのこの部分はもう完全に廃盤で、同じ形の GPZ900 とか ZXR とか ZZR 系のエンジンのオーリングも合わないみたいなんですよね。なのでオーリングが手に入らなくて、結局液体ガスケットに頼ったのか、もしくは注文できたとしてもオーリングを交換するのがもったいなかったので液体ガスケットの力を使ったのか、今の僕には判断ができません。あれ、これ何のスプリング？ちょっと待って。ここであるものを発見します。ちょっと待って。これ、俺まだ叩いてないんですけど、ネジ潰れてますね。ってことは、誰かがシフトドラムアクセスするほど分解してるってことか。うわ、マジか。そうだよな、よく考えてたらいろんなところに液体ガスケット塗られてるもんな。ここはシフト、チェンジペダルですね、ついててギアを変えるところなんですけど、シフトドラムのところのネジ、ここがすでに潰れてました。潰れてるってことはここ一回開けてるって意味だと思うんですけど、シフトドラムをバラす必要がある作業をしたってことなんですよね。ここをバラすってよっぽどのことだと思うんですけど、あとこの潰れたネジを交換することなく再利用してるあたり、まあいろいろと変なことを考えてしまいます。でもさっき外したオイルポンプギアのところのプラスネジは全く新品だったし、あそこはなんかね、バラされたような形跡ないんですよね。なんですけどこのシフトドラムのところだけ潰れてるんで、とりあえず今現状だと謎ですね。なんでここを外そうとしたんでしょうか。オイルパン外す前に先に上のケースのネジの部分ですね、全部外していきます。外せるものは全部外したので、あとはひっくり返してオイルパンを外したらケースの分割できるんですけど、先にアッパーケース側のネジを全部外しておきます。上側は8箇所しかないんですよね。上側が外せたらひっくり返してオイルパンを外していきます。オイルフィルターのところに1箇所隠しネジがあるんで忘れないようにします。汚くはねえすけど、ストレーナーはすごいガスケット詰まってるっすわ。ストレーナーは鉄粉とかはなかったんですけど、液体ガスケットのカスですかね、それが多い印象でした。これがオイルポンプですね。 GPZ のオイルポンプは油圧が低くて弱点みたいなんですよね。なので ZZR だったり ZX11 だったり ZRX とかのオイルポンプを流用するのが効果的なチューニングなんですけど、 ZZR とか ZXR とか ZRX とか ZX とか Z つくの多すぎじゃないですか。これ川崎って中二病なんかな。
あとはひたすら下側のネジを外せばケースの分割ができるんですが、 GBZ の整備書には特に記載がなかったんですけど、ネジをつける順番があるようにネジも外す順番があると思うので、このやり方は真似しないでください。取り付けるときは順番通りにやっていこうと思います。GPZ のエンジンは明確なこじりポイントが丁寧に用意されているんで簡単に分割できました。いきなり開いたよ。簡単に開いたけど一回開けてるでしょこれ。やっぱりこれが抜ければ、おーよかった、ネジが舐めててどうしようもなかったシフトドラム取り外すことができました。事故車エンジンのものがあるんで特に問題はないですね。なんかこのピンを抜いたら取れるそうです。取れた。結構重装備だねこれ。確かにこれなくなったらめっちゃレスポンス良くなりそうな気はするな。はい、アッパー側だよねこれ。あ、内側、ロア側か。下側完全にバラし終えました。こんな感じで GPZ の腰下分解できたんですけど、 GPZ はこれが弱点なんですよ。これワンウェイクラッチって言って、セルモーターが回った時にこれが一緒に回ってクランクを回してエンジンをかけるっていう仕組みなんですけど、これが弱点ですぐ壊れるみたいなんですよね。なのでこれを交換しないといけないんですけど、これを外すのにこのシフトミッションを取り外さないといけないんで、一旦外して交換して組み付けて清掃していきましょう。うお、強化オイルポンプ届いた。せっかくなんで純正のオイルポンプとこの強化ポンプ何が違うのか中身分解。はい、ということで今回の動画でですね、 GPZ7R のドナーエンジンの分解が全て終わりました。極上のいいエンジンだなって最初は思ってたんですけど、何かしらの理由で分解されたエンジンだなっていうのはなんとなく分かってきました。でこれから中の分解したエンジンを清掃してチェックして組み付けて作っていくわけなんですけど、その中で一つだけちょっと困ってることがあって、それが今手に持ってるこれ、動画の中で何回か喋ってるワンウェイクラッチなんですよね。今持ってるワンウェイクラッチ自体は対策前のもので壊れやすいワンウェイクラッチなんですよね。で対策済みのワンウェイクラッチはなんとかヤフーオークションとかにも売ってるし、川崎の純正部品でも手に入るんで、お金さえかければ手に入れることができるんですけど、このワンウェイクラッチの前のスターターギア、これと対になるギアがあって、そのギアはセルモーターにつながってるんですけど、そのギアだけがどうしてもちょっと手に入らない状態なんですよ。川崎の部品番号で調べてみてもやっぱり廃盤になってるし、それ単体、スターターギア単体でヤフオクとかメルカリとかその他のいろんなサイトを見てもやっぱり売ってないんですよね。単体だけっていうか、セルモーターとセットでとか、このワンウェイクラッチとのセットでとかで売ってるんだったら全然買うんですけど、スターターギアそのもの自体が売ってない状態なんで、ちょっとねそれがないとこのワンウェイクラッチを対策済みのものに変えたいためにエンジンを開けたっていう理由もあるんで、新しいワンウェイクラッチが装着できるまでエンジンを組むことができないというような状況なんですよね。なので
まあ持ってる方はいらっしゃらないとは思うんですけど、でもネットの力っていうのはちょっと侮れないんで、ここまで動画を見ていただいた方だけでもね、ちょっと知ってほしいなと思うんですけど、もしこの GPZ 系のこのワンウェイクラッチ対策済みの、ワンウェイクラッチとかスターターギア持ってるよっていう変わった方がいらっしゃいましたらね、ご連絡いただければ、本当にいらないのであれば僕喜んで買わせていただきますので、ご連絡いただければなと思います。はい、そんな感じでなんかお願いっぽい締めになってしまったんですけども、今回の動画は以上となります。また次回ですね、近々上がってくると思いますので、何卒動画お楽しみにしてください。そんな感じで今回も動画最後までいただきましてありがとうございました。でもこれすごいよね、こっち側には回るんですけどこっち側には回らないんですよね。まあ、これがなんだろうな、セルモーターがこう何クランクを回して、クランクがいざ回り出した時にセルも共回りしないようにね作られてるんですけど、いやーこれが弱点なんですよね。いろんな人がこの病気を発動してるんで、やっぱりこのワンウェイクラッチっていうのは弱いんだろうなと思います。そんな感じでまたね。